はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はねこちらですね、こちら日産ノートのねノートニスモっていうグレードになります。でこちらのエアコンのメンテナンスをね今やってます。でまあエアコンのね冷えですけど、最初に測った時もまあまあ冷えてたんで、まあ、どこまで変化するかで、どれくらいガスが入ってるかっていうところですね。でまあ初めてねニスモのノートをまじまじと見ましたけど、意外にねまあ見た目はノートですけどね、まあエアロパーツもそうですし、中のねまあシートとかもそうですけど、見たらまあ意外にかっこいい車だなっていうのはね印象で受けましたね。でオーナーさん自身がちょこちょこカスタマイズしてるんでね、車が好きな方なんだろうなっていうのはねよく感じました。それではねこちらの方作業やっていきますので、皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあね今から作業やっていきますけど、その前にねちょっと車の方を見ますけどね、これねニスモのね仕様なんですけど、シートとかもいいんですねこれね。でメーターなんかは後付けで付けてるっぽいんですけどね、ちゃんとディフィーのメーターが付いてるっていうとこがね素晴らしいですね。まさにねこう大人の車いじりみたいな感じです。で作業前吹き出し口温度ですけど、まあ 6.3 度、まあ 6.2 度ぐらいになってましたね。でこちらねガス規定量がね 400g で、入っていたガスがね 275g で、まあ、125g ね少ないっていう結果になってます。まあこの車のね、じゃあこの冷え具合とガスの入ってる量を見た場合に、まあそのね減ってる分を考えてもよく効いてるんじゃないかなって思います。まあどうしてもねガスが少なくなると効きが弱くなるんですけどね、まあ車にもよるところもあるんでしょうけど、軽自動車なんかはね特にもうそのね大体規定量が300とかが多いんで、まあ、サイズ感的にもそういう感じとは思うんですけどね、もう 100g とか少ないとだいぶ冷えがガクって落ちますからね。でもね、じゃあ満タンにしたらね効くか効かないかっていうと、またそこもね車種によりけりっていうのもあるのかなっていうのもあります。状態が良くてもですね、やっぱりねちっちゃくなれば車がなるほどね、エアコンのシステムっていうのも結構容量カツカツで作るんで、だからむしろね昔のね車ですね、軽自動車とかまあ普通車なんかもそうなんですけど、もうガス量がめちゃくちゃ昔の方が多いんですよね。コンプレッサー大きいんで、まあね小さくすることで多分燃費を良くするとかっていうのもあるのか、まあ技術的な進歩もあるのかっていうところなんですけど、やっぱり全然違うんですよね。だから昔の軽でも550、600とか大体入ってます。だから昔のね、じゃあ逆にミニバンっていうか、まあ例えばそうですね、まあハイエースとかっていうと、まあ今大体750とか700とかそれぐらいじゃないかなと思うんですけどね、昔で言うとグランビアとか分かりますかね皆さん。あの辺とかね1200、300ぐらいガス入りますもんね。まあまあね量あります。だからやっぱそれだけねやっぱりこう違うんですよね。だからまあ車ね昔と今では全然ねそれだけガス量が違うっていうのはあります。まあ、そしてねまあ今回ねこちらの車が入庫して、まあねノートっていう車は大体分かりますけど、ニスモのノートね、ノートニスモですよね、まあそちら見る機会ってなかったんでまじまじと見ましたけど、まあかっこいいですよね。これはなかなかちょい乗りとか面白そうなね車じゃないのかなっていうふうに思います。でこちらのねオーナーさん、まあ年齢までは聞かなかったんですけど、おそらくサムさんより年上ではなかろうかっていう感じだったんで、でまあ話するとね大体車の話とかが合うんですよね。で年代的にもね、だからおそらくね20年ぐらい前とかになんかねこう走ってたっていうような感じのような人だったんで、まあ当時ね乗ってた車とかっていう話とかしててもやっぱ話が合う。だからまあそういった人がまたねこういう車に乗って今スポーツカーとしてね楽しんでるっていう話で、だから今度ね出る新型の Z とかどうですかみたいな感じで話を言ったんですけどね、サムさん的にはねなんか面白そうな車ですよね。まあ車でっかいんでね、まあコンパクトにはコンパクトのねまた車の楽しみもあるし、まあ、大きい車は大きい車でねまたその車の楽しみもあるのかなっていうのはあります。まあだからねその新型の Z、 まあ新型っていうかまあ型はね変わってないんですけど、まあビッグマイナーチェンジの Z ですよね、なんかいいんじゃないんですかっていう話はねしました。まあそういった車もね、やっぱこれから先のことを考えたらね、おそらくプレミアがついていく車じゃないのかなとは思うんですけどね。まあ世の中にね、ガソリン車が最終的になくなるのかわかんないですけど、まあそうなってくると、じゃあ今のね、車を20年、30年って持ってたら燃料入れるとこがあるのかとかね、そういった問題も出てくるかもしれないですけどね。まあでもね、やっぱりこう、だんだんね、やっぱ車っていうのが面白いく楽しむっていうね、感じじゃなくなっていってるのは、まあ、正直残念かなっていうふうには思います。まあ世の中のね、流れではしょうがない部分もあるのかもしれないんですけど、まあ、日本は特にね、やっぱり車でね、こう発展してる部分もかなり大きいんじゃないかなって思うし、
まあ電動化することによってね、車を作るところのまあ人間がね、そんなにいらなくなる、まあエンジン屋さんとかいらなくなるかもしれないし、オイルなくなればね、オイルもいらなくなるんでね、オイル屋さんもね、困るしっていうところで、まあそうなってくるとね、どうなっていくのかっていうのは正直ね、気にはなるところです。で、電気自動車にね、乗ってるお客さんがいて、この前なんかね、出雲の方まで行ったらしいんですよね。出雲大社に行ったらしいんですよ。で、その人福岡なんですけど、そっから行くのにね、やっぱりね、行って帰ってくるのか行くだけなのかちょっとはっきり聞かなかったんですけど、7回ぐらい充電したって言ってましたね。で、しかも充電するのに、ずっと乗って行ってるとね、電池の温度が上がるらしいんですよ。で、電池の温度が上がると、今度充電、急速充電器で充電してもね、普通だったらじゃあ 80% ぐらいまで行くのが、なんか 50% とか 40% ぐらいしかならないとかっていうのも言ってました。だから電池の温度冷まさないといけないみたいな感じですよね。だからそういうのっていうのはやっぱ電気自動車に乗ってないとなかなかこっちの方の耳に入ってくるっていう情報じゃないんで、やっぱり初めて聞きましたね。なんか電池のなんか温度計みたいなのがあるらしいですね、やっぱり。だからまあ行く先行く先で結局ね、あの充電するのにも 80% 充電にならないからね、ちょこ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 充電しなきゃいけないっていうので、まあ苦労したっぽいような感じでしたね。でね、やっぱりこう充電スポットに行ったらね、1台2台先にね入ってるような車もあったりするらしいんで、まあそうなるとね、まあ30分1時間待ちっていうこともありえるんで、やっぱりねガソリンのようにね、じゃあ満タンするのに3分5分みたいなね感じで終わんないみたいな、そういったところの違いはあるのかなっていうとこですよね。あとやっぱりね、その乗っていって電池が熱くなると充電するね、パーセンテージがね、80% までいかないっていうのもなかなかね、難しいとこですよね。で、なんか宿泊したホテルとかもなんか充電器が置いてなかったっていう風に言ってたんでですね。まあ最悪ね、あの急速充電器が置いてなくてもね、200V のコンセントぐらい用意しとってくれれば、まあこちらがね、車に積んでるような標準のね、プラグを持っていって挿すとかっていうのはできるんじゃないかなって思うんで、やっぱそういうとこのね、インフラとかももうちょっと整えてくれると、電気自動車の人もね、使い勝手が良くなるんじゃないのかなとは思います。やっぱりね、こういう今回のね、コンパクトカーのスポーツカーっていいですよね。まあ、軽でもいいんですけどね、なんかこう、1台欲しいですよね。そうなってくるとね、ちょい乗りスポーツカーみたいなね。だから、例えば、まあ、86みたいな感じだと、ちょっとでかいんですよね。で、あと、なんていうんですかね、クーペになるとね、やっぱり乗り降りがしんどいっていうんですかね。この前ね、ゴールデンウィークにね、86でちょっとドライブしたんですけど、乗り降りしてたらね、はぁ、こんなに乗り降りしんどかったっけ？でも最近なんか乗るのが、ね、お盆とか正月とかみたいな長期休暇のたんびでしか動かしてないですよね、今。もう全然86に関してはですね。だからまあ乗ったらまず乗り心地が悪いと。まあこれはしょうがないですね。足がちょっとサーキット向けの足なんで、かなり硬いんですよね。だから、まあ、ただでさえね、やっぱ乗るのがしんどかったですね。なんか、久しぶりに乗ったらバケットシートで足硬くてこんなんだったっけみたいなね。で、乗り降りもね、辛いみたいな感じです。だから、これが例えばね、じゃあ、コンパクトカーとか、軽とかのスポーツカーだったら、まだ乗り降りするときの屋根の高さが違うから、ね、もうちょっとね、乗り降りしやすいんじゃないのかなっていうのはね、感じる部分ですよね。だから、こういう車が1台あると便利がいいのかな、みたいなね、ちょっと面白そうだなとは思いますね。で、こちらね、コンプレッサーオイルをね、充填をしていきますね。出てきたのがあんな感じです。まあ、色はちょっと黄色いんですけど、もともとね、日産系はだいたい蛍光剤入りのコンプレッサーオイルがほとんど入ってることが多いんで、ああいう蛍光イエロー感が出るっていうんですかね。まあ、そういった感じのね、色味になってます。で、左下のね、真油の方を入れてます。やっぱりね、オイルはしっかりと交換をしてやるっていうのをすると、またいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりエアコンのコンプレッサーの中もね、金属同士の擦れ合いってあるんで、やっぱ潤滑効果大事じゃないかなと思いますね。で、こちらのね、エアコンのガスの充填をしていきます。で、こちらのガスの方の充填をして、ね、400規定量375充填してます。で、この後ね、エアコンの添加剤ですね、を入れます。添加剤には、まあまあ最近よく何度も言ってるんですけどね、オイルとガスと両方入ってますので、こちらの中にガスが入ってます。だからこれを入れることによってガスが満タンになるっていう計算でね、入れてますんで、結構ね、これが知らない人が多分いるんでしょうね。だから、そういったね、ガスの減らして入れる意味なんですかっていうのが来ましたからね。で、吹き出し口は 4.5 度まで下がりました。まあよく冷えるようになりましたね。
はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。こちらのねノートのエアコンメンテナンスでした。でまあねこちら実際でやる前は6度ぐらいの吹き出し口温度で、まあ施工をした後に4度ぐらいになったというところです。まあ冷えるようにはなりました。でガスもね減ってましたね。ただまあガス量がね減ってた割には元々の冷えがよく冷えてるんで、まあ例えばねコンプレッサーであったりとかエキスパンションバルブであったりとか、まあそれ以外のところもね状態が非常にいいのかもしれないです。でまあね、ただ施工すればやはり機器も良くなりますし、コンプレッサーオイルの汚れですよね、こちらの方がねやっぱり汚れてます。まあこのタイプはね蛍光剤なんで黄色く色が出るっていうのもあるんでしょうけど、まあ、実際にね作業が終わってねこんな感じのコンプレッサーオイルがね出てきてますんでね、まあ、しっかりとね新しいのに入れることで、まあ、オイルの交換をして、で添加剤を入れることで、まあ、オイルの性能を上げたりとか、あとねフリクションロスを減らして燃費を良くしたりとか、そういうのもあります。結構ねエアコンメンテをしたらね大体みんな燃費が良くなったっていう人が多いです。だから例えばまとめてねATF を変えたりとかエアコンしたりとかっていろいろねやると一気にね燃費がガフッと良くなったりとかっていうのはありますね。今回はね、こちらのね、ノートニスモのね、エアコンメンテナンスでした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。